16PM 6この列車は4つドア15両です。どうも、国です。今回は餃子の町と言われている栃木県の県庁所在地となる宇都宮においての動画になります。この動画にご視聴いただいている中で宇都宮に観光で訪れたことがある方はいらっしゃるかと思いますが、この宇都宮の観光として私がおすすめするホテルをご紹介していきたいと思います。今回宇都宮の宿泊で参考になるであろう対象者の方は以下の通り、1泊2食で約1万円の宿泊で検討している、宇都宮まで公共交通機関で来たので翌日の移動のことも踏まえて駅近くで宿を探している、朝食夕食ともに魅力あるものが良い、客室においてはビジネスホテルレイアウトでも良い、今回は以上4つの条件をクリアしたホテルになります。宇都宮の観光で宿泊を検討している皆さん、いい情報なのでぜひ最後までご覧になってください。はい、宇都宮の方にね到着しました。これからですねホテルの方チェックインしたいと思います。はい、ではホテルの方行ってきます。はい、今目の前に見えますのはね西口のロータリーですね。今回宿泊するホテルなんですけども、こちらになります。はい、ロータリーのすぐ目の前なんですね。今回宿泊するホテルはですね地産ホテル宇都宮店さんになります。ホテルの外観なんですけども、こんな感じになっております。それではですねホテルチェックインしてこようと思います。では局長からお願いをしておりまして、はい、こちらご登録いただいてますご住所電話番号ご変更がないようでしたらご署名のご記入をこちらの方でお願いします、はい、続いて体調チェックシートのご記入をお願いをしております、はい、体温がこちらの機械の上に手をかざしていただきますと、はい、中の丸いところに体温がありまして、小さい丸いところセンサーとなってまして、手首の内側あたりで測っていただくと少し上がります。はい、ではこちらの体温で結構ですので、こちらに体温をご記入いただきまして、その下のチェックと思ったらこちらまでお願いします、はい、お願いできまして、その時の月のプランでいただいてますと、はい、こちらでいただいてまして、はい、こちら2種類を全種類ございます、はい、こちらがお肉と中心の栃木和牛で、こちらがですねちょっとした小鉢をいっぱい並べて、神谷部前のご案内となってますが、ご希望はございますか。こちらの方でお願いします。お時間がですね、はい、何時頃からお召し上がりの方がよろしいですか。遅い時間帯だと何時ぐらいから。1時がラストオーダーになってしまうので、はい、1時でも大丈夫です。ちょっとお時間だけお決めいただきたいので、その後ドリンクとかお酒とかこういうのを注文したいっていう場合は、一応9時がラストオーダーなので。あ、そうなんですね。このお膳の最終のオーダーが8時になっている。それではじゃあ8時で、はい、お願いします。こちらのレストランの方に確認させていただきます。あ、はい、はい、お部屋は最初の14階のお部屋で、はい、ご用意しています。はい、こちらが夕食券でこちらが朝食券でございます、はい、場所は後ろ手レストランで同じレストランでございます。お時間、朝食の時間は6時半から9時半くらいです、はい、いらっしゃるレストランいらっしゃる際はマスクの着用でお願いします。わかりました、はい、こちらは館内のご案内でございます、はい、一応2階だったり1階のフロントの周りですねのご案内と、あとは無料貸し出し品、お部屋に入っていないアメニティグッズは右手の奥の棚にお茶やコーヒーなどご用意してますのでご自由にお持ちください。他に Wi-Fi の ID パスワード、チェックアウトのお時間と記載しておりますので、こちらですねご確認いただければと思います。はい、何かご不明点あれば内線33番でご連絡いただければすぐご案内させていただきます。あ、はい、わかりました。大変お待たせしまして申し訳ございません、はい、こちら最上階のお部屋でございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
ではですね、まずはお部屋の方をご紹介しようと思います。私が宿泊する部屋の方はですね、最上階の14階になります。こちらですね、1409と、こちらの部屋になります。それではね、部屋の方ご紹介していこうと思います。ちなみにこちらのホテルはですね、お部屋の鍵はね、こういう鍵タイプになってます。はい、グッて曲げて押すと、はい、お部屋の方に入ってきました。鍵はですね、ここに挿して部屋の中の明かりをつけるっていうタイプになってます。はい、こちらに鏡ですね。じゃあ奥の方行ってみましょうか。おお、ツインベッドになってますね。めちゃくちゃ広いです。まずはじめにですね、私の背中、こちらです。こちらのドアがありますので、こちらをねご紹介していこうと思います。はい、開けますとね、はい、こちら洗面所になりますね。はい、こんな感じになってます。ハンドソープがあって、あとコップ、歯ブラシですね、あとヒゲ剃りとドライヤーで、ゴミ箱があるような形になってます。目の前にですね、こちら多分鏡かと思うんですけども、あ、鏡ですね。観音扉みたいな感じで、こちらも鏡になって、こちらこちらと鏡になってるような形ですね。それでですね、お次はこちらになります。多分お風呂かな。あ、はい、お風呂ですね。こんな感じになっております。はい、一般的なユニットバスになりますね。あまり見たことないんですけども、お風呂場の中にね、電話があるんですよ。ご年配の方とか緊急な時にね、フロントの方に連絡が取れるような形でこれついてるのかなとは思うんですけども、上の方にバスタオルがございまして、トイレとお風呂が一緒になってますので、こちらにトイレットペーパー、はい、奥の方にですね、バスマットがございまして、カーテンよくあるタイプですね。はい、シャワーノズルがあって、こちらの方にですね、シャンプー、コンディショナー、それとボディーソープ、まあ3点セットございますね。で、目の前にですね、鏡がございまして、こちらにですね、ウォシュレットタイプのおトイレですね。はい、こんな感じになっております。そしてお風呂の方から出てきまして、こちら多分クローゼットですかね。はい、開けてみましょう。クローゼットですね。はい、このような形になっております。下にスリッパがあるんですね。で、上にハンガーが各3つずつあるような形ですね。そしてこちらの方にはですね、これ私のバッグなんですけども、バッグ置くとこですね。で、こちらズボンドライヤーですね。はい、最初からね設置されてるっていうのは珍しいですね。そして空気清浄機で、こちらがですね、ゴミ箱がございまして、そして左手の方に大きなテーブルですね。はい、椅子がございまして、テレビがあって、そしてケトルですね。ケトルがあって、こちらにコップが2つと鏡ですね。はい、このような形になってまして、こちらにね冷蔵庫ございますね。テーブルのね下の引き出しを見たんですけども、ここは何も入ってなかったですね。次はですね、冷蔵庫、こちら大きさですね、確認しようと思うんですけども、結構ちっちゃいタイプの、はい、ものになります。飲み物入れるそのぐらいの大きさのね冷蔵庫になりますね。こんな感じになってます。まあドリンク専用的な感じですね。ここの部屋はですね、喫煙タイプのお部屋になりますので、灰皿が置いてあるような形になります。そして左手側、こちらにねベッドがあるんですけども、まずベッドの真ん中にですね、何かあるかっていうところなんですけども、こちらにコンセントがございまして、まあ電話ですね。あとはこちらにですね、室内灯関連のスイッチですね。はい、ライトコントロール、こんなのもございます。下げてみると、あ、こちらですね、上げたり下げたりすると、ここが、はい、明るくなったり暗くなったり、こういう形になってます。そしてお次はベッドですね。ベッドはね、枕が2つあるような形になってますね。ベッドチェックやっていこうかなと思います。まず触り心地、結構ふわふわですよ。はい、いい感じです。そしてお次は下ですね。はい、下なんですけども、お、結構柔らかいですね。まあ寝心地良さそうですね。なんかね、ベッドの触り心地、過去にも触ったことあるなと思いましたらね、エアウィーヴですね、まあ、快眠マットです。だからなんか気持ちいいなって感じがしたんですけども、はい、
お次はですね、ここは最上階の14階ですので、ここからのね、外の景色どんな感じにね見えるのか、それではね開けてみようと思います。はい、北側になるんですね。ここからの景色はねこんな感じになっております。宇都宮のね西口ロータリーがね大きく見えますね。はい、そしてこちらがですね西口の駅前通りになりますね。目の前に見えますのはね、私が北関東グルメでご紹介しましたコーランさんですね。はい、ここでですね、今回私が宿泊した金額、宿泊費用ですね、それをねご紹介していこうと思うんですけども、金額はですねこちらになります。まず今回ですね、地域観光事業支援という形で1泊1万円以上宿泊という形の金額ですと5,000円の割引、これは国の方から各都道府県、まあ栃木県の方に観光事業支援という形で提携している形のものですね。それを今回ね私は使用しました。今回これで5,000円の割引になってます。それともう一つの割引なんですけども、ここに700円と書いてあるんですけども、こちらはですねジャランさんの方で今回宿泊予約しまして、そちらのジャランさんがやってるクーポンですね、こちらの栃木県限定の割引クーポンという形で700円というものがございましたので、これで700円割引、合計5000円と700円で5700円の割引、今回その値引きを引いたこの下に書いてあります4530円、これは税込みの金額になります。今回ね12,230円から4530円と金額がなっておりますので、半額以上のね割引をした、そういう形の金額になってます。まあ栃木県在住の方がですね栃木県内の宿泊、そうしますとこのぐらいのね割引の金額となっております。はい、夕飯のね会場に着きました。こんな感じでね看板がございます。お昼はですねこんな感じでね握り寿司の食べ放題なんてやってるんですね。これも魅力的ですね。料理がね到着しました。いやー豪勢ですよ。こんなにお料理がたくさん。たまらん。それではですね、夕飯いただきます。いやー。合成ですよ、それではですね焼肉いただきます。ポン酢って言ってましたね。はい、いただきます。あーうまい。そのご飯いただきます。おいしい。お次は焼きナスですよ。焼きナスいただきます。あうまっ。おいしい。ちょっと油っぽいものいったんで、ちょっと漬物でキュウリいただきます。キュウリ浅漬け、うまい。漬物、おいしい。お刺身いただきます。
脂乗ってる、うまい、うんうん、外で食べるのもいいですけどね、こうやってホテルの中のねあるお料理のお店、こういうとこでゆっくりね味わって食べる、こういうのもねいいですね、うん。ごちそうさまでした。大変美味しかったです。今現在ですね、夜の11時30分過ぎたぐらいの宇都宮西口ロータリー前です。このぐらいの時間帯になってしまいますとね、こんな感じで歩いてる人はかなり少ないですね。タクシーの運転手さん、夜遅くまでお疲れ様です。それでは明日また早いので寝たいと思います。それでは皆さんおやすみなさい。おはようございます。それではね、朝食皆さんにねご紹介していこうと思います。まず最初にコロナ感染対策として手袋を着用して消毒を行いましょう。次にお盆と鶏皿を取ります。この鶏皿なんですけど、地元栃木県が誇る益子焼です。益子焼って本当に綺麗なビジュアルなんですよね。このお皿で料理の美味しさは倍増ですね。そしてまず右側にあるコーナーは栃木のご当地料理のコーナーです。それでは中を見ていきましょう。こちらは湯葉になります。湯葉田楽のこのめ味噌につけたものですね。そしてこちらはですね、たまりらっきょうです。これも日光で有名な料理ですね。そして栃木と言ったら下疲れ、これもね好き嫌い分かれる方いらっしゃると思いますけども、そしてこちらは切り干し大根ですね。栃木のご当地グルメっていうわけじゃないんですけども、はい、こちらはかぼちゃのいとこ煮ですね。甘くて柔らかくてこれも美味しいんですよね。そして湯葉入りの刺身こんにゃくになりますね。そしてこちらはですね、栃木はサメのモロをね食べる習慣がございますので、モロの煮付けになりますね。そしてこちらはですね、鶏のもろみ焼きになります。これは栃木のご当地ってわけじゃないんですけども、とても美味しそうです。そして隣に行きますと、こちら天ぷらが3種類ございました。とても美味しそうです。そして左手に行きますと、天ぷらにつけるお塩がですね5種類もございました。こういうですねちょっとした気配り嬉しいですよね。こちらは洋食コーナーですね。パンやスクランブルエッグ、ベーコンなどが置いてありました。トースターもありましたね。そしてお隣に行きますと、こちらはサラダコーナーになります。次は高級卵であるナス御用卵、1個50円もしますが、コクがあって大変美味しい卵です。そして定番である納豆や海苔、定番があるのはありがたい。お次はタイ茶漬けのコーナーです。朝からタイのお刺身が食べれます。次はここのホテルの朝食のメインでもあります、自分が食べたいお魚を炭火で焼くコーナーになります。魚の種類としてはアジの開き、サケハラス、サバの干物以上の3つでした。魚の仕入れ先においては神奈川県小田原市にある創業100年も続く干物専門店、早瀬干物さんとのことです。炭は備長炭を使ってるんですね。こだわりが伺えます。
そして入り口にはドリンクコーナーがございます。今現在ですね、8時30分になります。今日は月曜日なので、会社ね、サラリーマンの方は出社という形で会社に向かって駅から歩いてる方がいらっしゃいますね。そして左手側、こちらに行きますと、はい、こちらに宇都宮タワーが見えますね。そしてこの左手側、はい、こちらですね、こちらが県庁になりますね。そして右の駅の方を向かって、今度駅の東口の方なんですけども、駅の東口側の再開発の状況ですね。はい、拡大してみますとね、このような形になっております。ちょっとですね、雨が降り始めちゃったような形なので、ちょっと見づらいかなとは思いますけども、目の前にボッシュさんのビルのような建物がですね、できてますね。東口のね、再開発の完成予定は来年2022年の予定になっておりますので、現在2021年のね、11月、現在の東口の再開発状況はですね、このような形になっております。はい、今回のね、チサンホテル宇都宮さんのね、レビューいかがだったでしょうか。建物自体はですね、ちょっと古いような形なんですけども、とてもね、こんな感じで清潔感のあるホテルなので、大変ね、お部屋の方過ごしやすいです。そしてね、なんといってもね、ここの朝食と夕食、とても魅力あるね、お料理ばかりでした。大変ね、満足できるお料理で美味しかったです。そしてなんといってもですね、宇都宮駅西口ロータリーの真ん前にある、そんなね、ホテルですので、好立地な場所であるので、ぜひですね、ここのホテルご利用になってみてください。大変ね、満足できるホテルかと思います。それではね、今回の動画は以上となります。今回のね、動画がね、参考になったと思いましたら、グッドボタン、高評価、それとですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね、次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。